町がタッグになっとんよ。おお、ほんまや。これめっちゃ賢いと思って。なんとなく社長の中でこれまでユニクロのやつもいろいろ見てきたじゃないですか。価格帯の相場感ってあるんですか。相場感 ざっくりある。え、マジで大丈夫ですか。みんなこれ買ったらええと思う。いらっしゃいませ、川西カバンの川西です。新しい商品が川西社長のもとに届いておりますので、はい、ありがとうございます。そちらを社長に添付いただきまして、はい、お値段の方また当てる。今回は某有名企業様です、うん、それも秘密なん。はい、情報を与えますよ。それああそうなんですか、はい、要は、はい、検品の動画でございますので、はい、気合入れて頑張っていただけたらなと、うん、多分当たると思う。でも金額は最近な、もう得意や。はいというわけで頑張っていきましょう。では、はい、えいえいおう。早速、はい、商品の方に行きたいと思います。はい、さあ箱的にユニクロえどうぞ。これ見たことあるな。これユニクロや。でこちらの商品なんとですね1990円。何歳だ言うやちゃんと作りを見て金額当てるっていう動画やのに最初から当てずっぽられたら意味ないやん。すいません。ちなみに1900何ぼって言うじゃん。1990円。外れこの商品はですね、うん、ユニクロの商品でございます。はい、実は、うん、以前のモデルが大人気で、うん、完売しておりまして、うん、今回はそれの、まあ、リニューアル版というか、うん、春夏バージョンというわけで、うん、出てるみたいです。これショルダーバッグやね。ちっちゃめの。そうですね、ほんまにちっちゃい。横28センチ、縦17センチ、待ち10センチ、はい、ショルダーの長さ116センチまで。これ一番伸ばしたら116センチってことや。はい、でこの商品カラバリが豊富でしてですね。そうなんや、はい、黒、ピンク、グレー系とそのベージュ系、黄色っぽい色、グリーン、水色で、ちょっとネイビーみたいな発色。はい、これね、間にキルティングが入っとんよ。おお、キルティングっていうか、何やったっけ、ボンディングか、綿が入ってる感じ。ふかふかする。ほうほう、ふかふかしたら雰囲気がこうふかふかした雰囲気になるやん。はいはいはい、それやっぱすごい可愛いよね、うん、このテープも結構いいテープやと思う。折りとかも細かいし。社長がそのものだけを見て気づくかどうかちょっとわからないんですけど、うん、今回のモデルから、うん、撥水加工が施されるようになったので、うん、はい、多少の雨だと、はい、防げるというような。ただその加工は永久的ではありませんって話があるので。ああ、じゃあ最初に振りかけてるだけかもしれんね。はい、水かけてみようか。手濡らしてきた。ああ、はい。あ、撥水しとるわ。あ、ちゃんと撥水しとる。ほら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 。ああ、はい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 、ほら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 。これ撥水できているという認識ですか。これめっちゃ撥水できとるね。おお、いい感じやと思う。いい感じやけど、やるなって思うところが、はい、これ前回のやつ俺知らんだけど、前回のやつもこんな形やったんかなと思って。街がタッグになっとんよ。おー、ほんまや。これめっちゃ賢いと思って。これだいたいね、街の大きさ3センチか、ここのところは3センチかそれぐらいなんやけど、さっき言ったの10センチって言ったんか、街の大きさ、はいはいはい、街の大きさ10センチってここなんですよ。そうですね。だけここからここまでの距離をテーパーって言って斜めにしながら最終3センチぐらいの大きさにするって、まあまあ急カーブなんですよ。それをタックにすることによってここら辺でもしっかりボリューム持てるように作っとるっていうか。ほう、これは賢いね。これまた川西カバンの今後の参考になる。これは参考になるね。これは参考。ちょっと笑ってしまって、ニヤッとして。いや、あのユニクロさんの商品から学ぶこと多いですね。以前の動画でもリュックから学ぶことありましたけども。あった。片方だけテープつけるっていう。あれすぐやったからね。あ、そうですか。で今までそういう商品はあんま見たことないですか。見たことない。これちょっとひっくり返してみるね。はい、これでもひっくり返しきらんのよ。ここひっくり返した後に最後にここの四角ステッチ入れと。普通カバンってひっくり返すやん、はい、最初ひっくり返すって言うんやけど、はい、ひっくり返した後にここに四角のステッチ入れとるけ、はい、さ完全にひっくり返ったりはせんのよ。けどまあひっくり返せるよ、ひっくり返せるから、はい、この四角ステッチあるだけでめっちゃ強度増すからね。まあ、グログラムも綺麗に巻いてますね、このテープに。あー、なるほど。あとこういう、これもよく気をつけてもらいたいことの一つでもあるんですけど、はい、これポケットあるじゃないですか、はい、ポケットがあって仕切りあるでしょ、うん、この仕切り、うん、仕切りあったら大体ここ破れるんですよ。でも破れんようにする方法があるんです。ほう、ここのステッチの裏のところに補強テープっていうのをちゃんと貼っておく。見えます、うっすらテープ貼ってある。テープかどうかがちょっと私には認識できんけど、貼っとんすね。四角い影があるでしょ。結論貼っとんすね。そう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 、これ四角い影があるんですよ、よく見たら。え、つまり破れにくくしとるってこと。破れにくくなってる。うわ、
リサイクルポリエステルとか使ってる素材はですね、うん、表地っていうのを取れて 100% ポリエステル、うん、52% リサイクルポリエステル繊維を使用、裏地 100% ポリエステル、中綿 100% ポリエステル、ショルダー部分 100% ポリエステル。ってことはあれやね、ナイロンのジャケット着てこれを持ったら静電気発生して大変になるね。なるほど。その動画は過去の動画ありますので皆さんこちらの動画をチェックしてください。全然再生数伸びんかったけどね。まあ大前提大人気のバッグですよ。そうやね、これ人気出ると思う、はい、でぶっちゃけこれ型紙引くのちょっと面倒くさい。こういう風に曲線やん。あ、曲線とここもマチンところが曲線になってるやん、はい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 、これは若干面倒くさい。僕なんかこのカバン見てるとね、うん、いや今腹減ってるからかもしれないですけど、うん、もうずっとオムレツに見える。あとまあこれこういうんとかも値段下げようと思ったらつけんでええよね。これパイピングっていうんやけど。どれですか？ここここ、これこれ。あ、その縁の部分？縁の部分。これ何つけとんですか？ポリのテープやね。ポリのテープの中に芯を入れてこういう縁取りをするような感じ。これは何の意味があるんですか？これあの形がすっきり出やすくなる。デザイン的な要素もあるし、あとこれがあるだけでこう、はい、こんな風に自立しやすくなる。あ、へえ、そういう意味もあるんですね。そう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 。だけどトートバッグとかビジネスバッグとかには結構パイピングってされてる。最高。では今回バンダイのこの商品、はいはい、ラウンドミニショルダーバッグ、ユニクロの商品なんですけども、こちらおいくら万円なのか予想してほしいなと思っております。どうなんやろな、まあ、2500円ぐらいかなと思ったんですよ。いや1990円であの反応やったから。いや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 、そんなね人の顔を見ながらね予想してるようじゃまだまだ。なんとなく社長の中でこれまでユニクロのやつもいろいろ見てきたじゃないですか。価格帯の相場感ってあるんですか？相場感 ざっくりある。手の込んだやつとか、はい、素材めっちゃこだわってますみたいなやつだったら4000円、リュックとかで 4,5 千円か、5,000円、6,000円ぐらいやん、はいはい、でこれやったら手数めっちゃ少ないんですよ。だいぶ早くできるんで、うちだったらリュックの3分の1か半額ぐらいで出せるんですよ。ユニクロの高いバッグ、高いリュックで 4,5 千円ぐらいでしょ？ユニクロの高いリュックで 4,5 千円。それは3分の1ぐらい？3分の1ぐらい。じゃあ1,500円か。1,500円ですね。いや3分の1はちょっとやりすぎや。何やそれ。じゃあ半分かなみたいな。じゃでも中キルティング入っとるって言ったやんか、はい、これキルティング入っとったら、何キルティングじゃない、ボンディング入っとったら、中に綿入っとったら、はい、もう裁断大変なんですよ。あ、もう裁断の前にもう入っとん。そう、裁断の前に入っとんですよ。もう綿が入っとる生地なんや。そう、綿が入っとる生地。なんせ重ねたらずれるし、まあそうね、滑るし、そうそうそう、めっちゃ大変なんですよ。あ、裏地どうなっとんやろね。あー、裏地はそのまま。やっぱタックがあることによって裏地が広がりやすくなっとるってことなのかな。じゃ最終ジャッジお願いします。いや、まあでも2500円、2490円とか、2490欲しいんちゃうんかな。2490円でいこう。今回こちらのバッグ、はい、社長は2490円ってことですので、はい、それで最終ジャッジで答えを見せたいと思います。はい、絶対当たってると思うけど、絶対当たってると思う。マジでこのでもバッグ結構人気やから、いやいやいや、動画見よる人も何なら知っとると思います。え、マジで大丈夫ですか？みんなこれ買ったらええと思う。結論はまあ1500円。1500円、はい、1500円でこれが手に入るんだったら僕も思います。もっとって損はないっていう。損はない。1500円、はい、これマジでどうやって生きていくんだろうな。しかもスタッフの給料上げたよね、この会社ね。すごいね、これはすごいと思う。結論やっぱ買いですか？買い、買った方がいい。もうショルダー作るのやめようかなと思う。1500円なんや。いやすごい、はい、叶いませんわ。カバン職人さんが見てもこちらの商品しっかり作られていて、うん、まあ、使いやすそうな意味も含めて、うん、おすすめの商品ということですので、ユニクロに行った際にはぜひチェックしてみてもらえたらと思います。ラウンドミニショルダーバッグ、はい、うん、これめっちゃいいと思う。ラウンドミニショルダーバッグ、これもうめっちゃいいんで、はい、だってこれをおすすめするのか全然わからん。何の得もない、はい、けどめっちゃいいと思います。それでは本日もご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。バイバイ。